次は宇都宮美里さんです。よろしくお願いします。次の曲はザ・スプリンターという、ちょっとね、ギターを叩いてはいけないんですけど、叩くのを思います。
緊張しないつもりでいたんですけど、やっぱり緊張しますね、本当にね。なんか弾きながらどうしても震えが来るというかね、どうしても演奏が硬くなっちゃうというか、何回も練習してもね、なかなか克服できない部分ってありますね、やっぱりね。今日は久々に宇都宮伊佐に戻れたっていう感じがするんで ね、20年前にね、こういう音楽に出会って20年間ね、こういうギターばっかり弾いてるんですが、なかなかね、うまく弾くのが難しいですね、やっぱり。うまく弾こうとするとやっぱり絶対ダメですね。松原俊という人のクジラという曲です。
短い曲で黄昏のチューニングという曲をちょっと聴いてください。
こよかったですかね。じゃあ最後の曲になります。オープンチューニングって結構ね、みんなドロップ系のレギュラーチューニングをね、ほとんどダウンさせてね、こういうね、不思議な和音っていうか、少し音でかいと思うんですけどね、耳塞いでもいいですからね。じゃあ、ボイジャーという曲です。今日はどうもありがとうございました。